いやー、今日も太陽が眩しいな。あ、これサングラスじゃなくてメガネだった。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ふふです。今回はですね、久々にモッド紹介していこうかなと思います。で、このモッドはなんかメガネモッドっていうらしいんですけど、これがまた最強で、まあ作り方、まずこのガラスをこの全部並べるとメガネのレンズができて、これ羊毛じゃなくてラピスラズリブロックです。でフレームができます。でこれをこうやって合わせることで、この今持ってるメガネができます。これはね、装着できるんだ。さっきやったようにこうやって頭に装着できます。でそう、これはまあおまけみたいなもんだけど、パンとこのメガネをくっつけると、このパンにメガネを添えてってできるんですよ。まあこれの効果はまた後で使いたいと思います。そしてこれサングラスのバージョンになるんだけど、このさっきここで作ったラピスラズリのこのメガネのフレームと、あとオレンジ色の染料でサングラスフレームできます。この色を変えただけっていうのもまたなんだと思うけど、でさっきこうやってガラスのこれで作れたメガネレンズに黒の染料じゃない、イカスミか、これは。でレンズができます。でこれもさっきと同じようにこの合わせ方をしたらこのサングラスができます。でここでちょっと効果の説明なんだけど、メガネはつけても何にもないんですよ。だけどサングラスつけると暗視、火炎耐性、水中呼吸、これ完璧だよね。完璧なのができます。まあ使うときはね、こっちをおすすめいたします。そしてこれがね、これが取り入れです。材料すごい簡単なんだけど、メガネ2つとこの棒1本で、なんか攻撃力1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億10億のメガネの剣ができます。でこのサングラスの剣になると、火属性2とドロップ増加3とノックワーク2がつくんで、でも攻撃力は1000、攻撃力は変わりません。でちなみにこれ作れるの剣だけじゃなくて、ここにシャベルとか斧とかツルハシもあります。ツルハシとかも全部10万です。まあちょっとこのサングラスの剣がズバ抜けてるぐらいですかね。じゃあちょっと早速叩いていきましょう。じゃあまずクリーパー、いやこれはねもう当然のことだよね。えい、で今回試すのが、よいしょ、エンダードラゴンです。こいつを一発で倒せるか。まずいやここはもうサングラスの剣でいっか。いやメガネの剣だな。いきます、よいしょ、あー倒せちゃう。いやさすがに10よかったら余裕だよね。でもエンダードラゴン100回ぐらい倒せるぐらい、もう一発で100体分ぐらいの攻撃力があるんじゃないですかね。でこのパン、メガネを添えての効果を使っていきたいと思います。言います、これ足が速くなるんですよ。いや足が速くなるんじゃない、跳躍力だっけ、跳躍力だ、そう。でこれどれぐらい飛べるかっていうと、結構飛びます。いやあのね、俺も思ってたよ、あの実はもうちょっと飛ぶんじゃないかなと思ってたけど、まあこんぐらいですね。いやでも落下ダメージがつかないのがいいこと。でちょっとついでみたいになるんだけど、これサングラスブロックって言ってまあ作り方は特に書いてなかったんですけど、ね、これはメガネブロックです。あすげえ、壊せないみたいな感じでメガネモッドでした。 URL は概要欄に貼っとくんで、ぜひやってみてください。このままポンって送るだけで全然できるんで、あとバージョンは 1.8 かな、でやってます。それではご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はこの機会にぜひ登録していってください。
登録するとより動画が見やすくなります。スマホやタブレットで見てる方は画面右下にあるチャンネル登録というボタンを押せば登録ができます。パソコンの方は画面左下の登録ボタンを押せば登録ができます。それではまた次回も見てください。